伊豆ヶ岳金着伝のコスモスと日和田山高来神社、宮沢湖奥武蔵とは、埼玉県南西部の山岳、丘陵地帯の総称である。奥武蔵高原とも称される。県立奥武蔵自然公園がある。入間川や駒川が流れる自然豊かな地域であり、県立奥武蔵自然公園が設定されている。地形的には、秩父山地のうち、外秩父山地の南部、 奥秩父山地の東端部及びその東側の丘陵地帯にあたる。東南から北西に向かって主に駒川沿いを国道299号と西武鉄道が通っている。西武池袋線沿いの南側の山並みを反応アルプスと呼ぶ場合もある。高くて険しい山はあまりなく低山が多いためハイキングに適している。都心から近いため行落シーズンには ハイキングのほか多くの観光客が訪れる。道路が山頂近くまである山も存在しており、マイカーでの登山も行われている。標高が低いため、冬でも登れる山が多い。なお、奥武蔵の名称は、周辺地域でも使われることがある。反能市の大部分と、日高市の一部、入間市の一部を区域とする自然公園である。 面積は2万1839.0ヘクタールで、1951年3月9日に設定された。北側で県立黒山自然公園、西側で県立武工自然公園、南側で秩父玉替国立公園に接している。反応市街地の北に宮沢湖がある。1941年に完成した、灌漑用の人造湖である。 市街地西側にある反応瓦は、山間部から平野部に出る入間川が蛇行した場所で、川遊びやバーベキューが楽しまれている。近くには、農人寺、天蘭山、東の巣山がある。日高市の近着殿は、駒川が蛇行した場所であり、万寿舎下の花で有名である。以前は100万本としていたが、近年の再調査により、これをはるかに上回る本数であると判明した。 高来駅から近く、春には菜の花、秋にはコスモスも楽しめる。近着殿から駒川下流方面に行くと、聖天院や高来神社がある。高来神社は、高栗から渡来した高来王若光を祀る神社である。716年にこの地に高来軍が新設され、各地から移り住んだ渡来人と共に開拓を行ったと伝えられる。また聖天院は、 高来王はカヒカリの菩提寺として混流された寺院であり、高来王病などがある。近着殿近くの日和田山は、外秩父山地の尾根の末端部にある山である。高指山、物見山、北高地古市上山、甲振峠,峠、笠杉峠、関八州三原市大、飯森山、外城坂峠と山並みが続いており、県立奥武蔵自然公園と、 県立黒山自然公園が接している。標高が低いので、ハイキングや登山の入門コースとなっている。関八周三原市内に近い後期、山上落院は高山不動と呼ばれており、千葉の成田不動、東京の高畑不動と並ぶ関東三大不動の一つである。推定樹齢800年の銀南の大木がある。駒川と入間川の間に広がり、小丸峠、 伊豆ヶ岳、中野沢の頭、天目座す峠、この権限、大鉱山、天根拡山、東峠と山並みが続いている。この権限天竜寺は911年に改装された天台宗の古刹である。秩父山地島端部の山頂にあり、標高は約640メートル。足腰の神として知られており、境内には重さ2トンの鉄のわ地がある。 この根源の南には、竹寺がある。山岳信仰の長い歴史を持つ、神仏集合の寺であり、本殿登り口の鳥居に、地の輪がある。有馬のダム県立奥武蔵自然公園と、県立武工自然公園が接しており、向川岳、妻坂峠、大餅山、鳥首峠、有馬の山、有馬の峠、似た山といった山並みが続いている。有馬の峠を越えて、 反応市と秩父市をつなぐ広川ら逆さ川林道がある。また、入間川と支流の有馬の川の間に、わらび山、大余けの頭コンピラさん山と続く尾根が伸びている。有馬の川には、有馬のダムがある。1986年に完成した多目的ダムで、ダム湖は、殴り湖と名付けられている。周辺には、日帰り入浴施設、わらびの湯、殴りかぬ工房。 有馬の渓谷観光釣り場がある。東京都との境界に、日向沢の峰、長尾丸山、棒の折山、黒山、小沢峠の山々が続いている。その東では、都県境から離れ、大仁田山、三王峠などがある。棒の折山は、奥武蔵と奥多摩のどちらからも登山できる、展望の良い山である。白谷沢を通るコースがあり、沢歩きを楽しむことができる。 西武鉄道の各駅を拠点に、ハイキングルートがよく設定、開拓されている。中部の一部や西部、南部は、反応駅、または東反応駅から国際工業バス反応営業所の殴り方面路線などが利用できる。ありがとうございます。